木々の葉が早くも秋の装いを見せ始めると、北の川では大規模な数のサケの遡上が見られます。しかし何も、サケは極寒の北の大地への恵みだけではないのです。九州の一級河川、知る人ぞ知るこの遠賀川は、サケが遡上する川の南限と言われています。ああ、ゆんべの潮はどうかだったかな。そして今年もサケの遡上調査が行われました。もう今年はね、最悪、今まで必ず 1,2 匹、多い時は3匹、だから情報ではまあ大体10匹前後がここへ帰ってきてたんですけど、今年は今のとこ目撃情報もないし、私たちのトラップにも全くかかってないし、一つ原因はですね、今年の春から夏、秋までのこの雨不足による、遠賀川全体の流量不足だと思います。川の流量が少ないということは、放水量も少ないから、生まれた川の水がたくさん海へ届いていかないと、サケはそこへ帰ってきててもその水をキャッチできない。多分海にはいると思いますよ。結局サケの遡上は未確認。12月に入り半ば諦めかけていた頃、地元の人が仕掛けたカニ取り網に捕まったそうです。実はこの白鮭、3年から5年前に放流した稚魚十数万匹の中の1匹だと思われます。もし流域で稚魚の放流がなかったとしたら、遡上の確率は極めて低いというのが現状です。これが、あ、それなんですかね。これが音楽なんです。遠賀川には国内で唯一サケを祀る神社があります。サケの奉納、サケで生計を立てるかの北の国の人々と違って、遠賀川流域に住む彼らは遡上したサケに何を思うのでしょうか。来年は遅刻しないで遡上してくる姿をぜひ見せてもらいたいものです。